遥か銀河の彼方に高度な文明を誇る星ミクロアースがあった。ミクロアースの爆発によって宇宙をさまようミクロマンは地球という星にたどり着く。しかしミクロマンの前に邪悪なる敵アクロギアーが現れる。ミクロマンは地球を守るためにアクロギアーと戦うことを決意する。明けの太陽を妨げる敵は許すな悪路や助けを待ってる人たちのために呼べば答える飛んでくる超能力のミクロマン僕の心もミクロマン小さな巨人小さな巨人行くぞミクロマ富士のふもとに広がる森の中に小さな湖がある。静寂に包まれた湖にはアクロイヤーの魔の手から地球を守るミクロマンたちの秘密基地があった。建造中だがアースステーション基地は凄まじい能力を発揮しミクロマンはアクロイヤーの破壊活動を未然に防いでいた。ある日パトロールに出ていたミクロコマンドシェリフから緊急連絡が入る。アクロイヤーの巨大ロボット建造計画 J の情報を入手したからだ。ロボットが今まさに完成しようとしていると知ったミクロマンたちは一大攻勢を仕掛けることを決意する。次々と基地より発進するミクロマン部隊ジョージをはじめとする留守を預かる者たちに見送られて、だがその大部隊を見送っていたのはジョージたちだけではなかった。森の中には偽情報につられて基地が手薄になるのを待ち構えるアクロイヤー軍団が潜んでいたのだ。アクロイヤー軍団アタック！アクロイヤー軍団の奇襲が開始された。危うしミクロマン残された仲間だけで基地を守り抜くことができるだろうか。緊急事態発生。亜空間センサーが敵影を感知。敵基地内にワープアウトします。タワーフェイスドックへはどのミクロマンを出撃させますか。ロボット格納庫へはどのミクロマンを出撃させますか。基地施設拡張区へはどのミクロマンを出撃させますか。これで出撃させますか。ミクロマンダニツイッター。
受けてみる。